あら、話が変わりました。君、ここで何やってんの？絵を描いてるの？見ても。なんでしてるのさ、何を描いてるんだい？てんてんてん。どういうことだろう。ニレマラちゃんが助かったってことかな。でも君って呼んでるからさ、振り返ってんのかな。ニレマラちゃんと出会った頃みたいな感じかな、これは。これは私のキャラクターで星のお姫様って言って、故郷の星から逃げてきたの。それから？わかんない。まだ何も決まってなくて、彼女が本当は何者で、なぜこの世界に現れたのかも、どんな友達がいるのかも、全然わかってないの。アイディアは頭の中に溢れてくるのに、書こうと思うと書けないの。宇宙から来た星のお姫様か。何やってるの？君のアイディアを紙に書いてる。ほら、こうやって紙にまとめるとアイディアを膨らませやすいんだ。まあ確かにね。嬉しいとか悲しいとか自分の感情を整理するのにも使える。そうやって不安やストレスとうまく付き合っていくんだ。へえ。そしたらこの星のお姫様は、そう、流れ星に乗って地球へやってきたとか。あ、ノリがいいな、頭。双子の星から切り離された彼女は寂しくなって地球へ来たんだ。友達を探しにね。そんな感じでどうかな。わあ、すごい。まるで魔法みたい。それって魔法の本なの？ねね、魔法なんでしょ？ははは。だったら君にこの魔法の本をあげるよ。でも、お母さんが知らない人から何かもらっちゃダメだって。それはもっともだ。だったら自己紹介させてよ。僕はアトマ。私はニルマラ。これで互いの名前は分かった。もう他人じゃないだろ。あはは。仕方ないな。あなたの勝ちね。どうしてこの本を私にくれるの？君の絵が気になってさ。僕も物語を書くんだ。あ、そうなんだ。そうなの？まあ、卵だけどね。それでも物書きには変わりないだろ。その本はあげるよ、僕からの贈り物だ。贈り物？けど誕生日でもないのに。贈り物をもらって喜ぶのに誕生日じゃなきゃいけないって決まりはないだろ。確かに。あー、でもこの赤い本が魔法の本なんだね、これは、きっと。あなたってすごーい。光栄だよ。君のような模範生は将来のことをしっかり考えないといけない。何？恩知らずなガキめ。くだらねえ絵なんて描いてやがるから、お願い、描くのをやめないで。なんだなんだ？え、アトマが作り出した幻想みたいな感じじゃないよね、ニルマラちゃん。あ、今のも夢だったってこと？どういうことだろう。アトマ。あれ？教室だね。なんでだ？ここは教室？けど、ラヤと映画を見に行って、そうだ、映画館。まずいぞ。ラヤ！ラヤはどこだ？まずいまずい。これってまずいぞ。ミャオ。わ、提督？慌ててるわね。そりゃそうだよ。猫の楽園がどうなったか見たろ？映画さ、映画がさ。それにラヤが消えちゃった。なら行きましょうか。え？私もラヤに会いたいの。一緒に探しましょう。居場所がわかるの？ううん。だから探そうって言ったの。しっかりしてよね、ロミオさん。怒ってる？引っかかれたくなかったら、シャキッとしなさい。提督が喋るようになってる。これは夢なのか？あ、わかったよ。ごめん。提督の言う通りだ。冷静にならなきゃ。どういうこと？
なんでラヤちゃんいなくなっちゃったんだろう。あわあわ。なんで？これも夢？あれが夢？どういうこと？まあ進めるか。定徳？定徳どこ？あ、いた。いや、猫ちゃんがやっぱ相棒になるのかな、これ。うわぁ、いいね。さて、どこから探そうか。おい、見ろよ。何？何さ？何さ？じゃねえよ、分かってんくせによ。ボスに喧嘩売ったろうが。え？ボスって？エリックだよ。しらばっくれるのはよしな。一つ目、ボスにタバコを吸わせたろ。いや、だって欲しい言うてたから。1ミリも笑えねえんだよ。禁煙のことを先行にチクるつもりだったな。いやいやいや、誤解です誤解です。2つ目、ボスの惚れた女を奪いやがったろ。あー、やっぱり。おいおい、ひでえことすんぜ。3つ目、その間抜け面がムカつくんだよ。いや、もうその存在から否定するのやめて。おうよ、見るに耐えねえぜ。今すぐぶん殴りたくなっちまう。ひどいぞ。おいおい、勘弁しろっての。悪いけど今急いでるんだ。絡むならまた今度にしてくれ。そこをどいてくれるか。めっちゃおっこじゃん。はあ、こいつマジかよ、このクソや。よしな、拳で遊んでやろうぜ。あ、やっぱ喧嘩？学校の一面っ子。あ、これバトルかな。はい、緑でボタンを押すと。ひゃは、どうした、ちびっちまったか。そう、強いぞ。強そうに全然見えないけど強いのかな。ビビってんじゃねえぞ、ぶちのめしてやる。パンチが当たらない。亀みてえに守りやがって、腰抜けが。はい、ダメだ、もう耐えられない。あと一息だぜ、やっちまえ。あ、なんだろう、これはラヤちゃんでは。あ、あれなんだ、体が動かねえ。やめて、ラヤちゃん。一体どういうつもり。う、ラヤ、ラヤ、いや、それがその、俺らは何してたんだっけな。もう行って、二度と騒ぎを起こさないで。了解っす。お前らずらかるぞ。あ、また動ける。こほん、ひえ、すみません。そしたら失礼します。ちょ、置いていくなって。いや、いいね、モブ感あって。いや、ラヤちゃん強いな。あ、でもやっぱりエリックが好きだったんだね、ラヤちゃんは。ん？エリックが惚れてたのがラヤちゃんってことか。あ、でもすぐ見つかってよかったな。アトマも提督も怪我はない？ラヤ、ずっと探してたんだ。心配したよ。私も。ご覧の通り、私は元気だし、全然問題ないよ。これ、同じ日繰り返してるとかではないんだろうかな。ないんだろうか。どうなんだろう。けど僕にはなんだか、何がなんだか。あ、選べるね。映画館で何があったのにするかな。映画館で起きたことだけど、ああ、あれね、おかげで確信したの。思ってた通り、巨大な力が存在する。空の上に反逆者がいる。わかるの。映画館でみんながおかしくなったのはそいつのせいで間違いないと思う。なら僕のせいじゃなかったんだ。怪我はない？大丈夫かい？心配させてごめん。まだちょっと本調子じゃないけど、すぐに良くなるよ。あー、でもよかった、無事で。力を使いすぎちゃったみたい。それで心配だよ。
平気だって少し休めばいいだけ。すぐに全部元通りになるよ。これからどうする？これからどうしよう？そこは私が何とかする。え？映画館の騒ぎを起こした異常がどんどんひどくなってる気がしてね。なるべく早くあれを止めなきゃ。前回はやり返せなかったけど、元気になった今ならいけそうな気がするの。本当に理解無理。ああ。わ、言わんこっちゃない。あ、すごい、一回でゼーゼーしちゃってるじゃん。休んだ方がいいって。あんまり無理してもろくなことないよ、ラヤちゃん。休もうよ。あ、なんか来た。どうかしたの？すごい気の強そうな女性。ラヤ、大丈夫？ニケン先生、ラヤは、その、気分が悪そうね。歩ける？家まで送ってあげるわ。いや。え。どうしたんだい？お願いです、先生。ちょっと休めば大丈夫ですから。教室で休んでもいいですか、先生。仕方ないわね。ほら、手を貸すわ。ラヤ。平気だって、あとま、また後でね。でも、あんまり強く拒否るってことは何か理由があるのかな？僕には何もできないのか？ただ、待ってるだけ？てんてん。そうね。私についてきて、ラヤを助けられるものがあるの。もの？それって何さ？本当にラヤを助けられるの？ああ、もうぐちぐちうるさいわね。さっさとそのぶっとい足を動かしなさいよ。提督超怒ってる。すごいプンス化してる。かわいい。ラヤを助けたいんでしょ？だったら黙ってついてきて。そんなにキレることないだろう。それに僕の足はぶっとくない。至って普通のサイズだし。じゃあ見ますか。提督と一緒に治療薬を探すが目標だね。あ、右のトゥードゥーリストもチェックついてるね。あ、ペットの猫を飼う。これを全部やっていく感じかな。はい、じゃあ行きますか。提督、行くぞ。よしよしよし。君名前なんだっけ？あ、ジュノか。ジュノ撫でてほしいかい？よーしよしよし。かわいいな。ここは肛門かな？まっすぐでいいのかい？はい。君は？あ、喋れないんだ今は。え、とこ行くぞー。あ、これ、なんだっけ？爆走屋だっけ？食べてみたいなー。これ何屋さんだろう。よあとまあ今日は暑いね。こんな日には一杯の甘いルッケンをグイッとやるのが一番さ。ルッケンってなんだろう。飲み物？甘酒みたいな感じかな、名前的に。あ、ここ、はい、ここ初めてだね。ちょっとマップ見ていい？今はどこだろう。ゲーセン前か、カフェ、はいはい。あ、これカフェなの。あ、ここがゲーセンね。入っちゃダメかな。うん、提督に怒られちゃうから進むか。ここがカフェ？もしかしてここは入れないのかな。ホトングランブット、あ、カフェ、ライアカフェ。着いたわ。ここってリアカフェ？あ、ライアじゃなくてリアなんだ。リアカフェ？中に入って、フォレノワールは買ってきて。あー、リアちゃんが食べたいって言ってたやつかな。リアちゃんじゃないな。ライアちゃんだね。ライアちゃんが食べたいって言ってたやつかな。提督さ、腹が減ってるなら猫用の餌を。あなたの脳みそって空っぽなの。私のじゃないわ。ライアとリストを書いたでしょ。
ああ、やることリスト。そうよ、あやがケーキのことを書いてたでしょ。書いてました。けどさ、あれってお前と会う前のことだぞ。そうよ、だから何？ここかな。なんでラヤのことに詳しいんだ。私もよくわからないんだけど、ラヤに首輪をつけてもらってからこの世界のことを理解する力に目覚めたの。あー、じゃあラヤちゃんが不思議な力を使ったってこと？ラヤの気持ちが伝わってくるのよ。へえ、ラヤってすごいんだな。いや、でもこの世界自体が怪しくなってきたよね。本当にある世界なのかな。ラヤはいろんなことができるわ。あれだけの力は、あれだけの力は守ってあげなきゃ。私はこの力を使ってラヤを支えるから、アトマも自分の役目を果たしてラヤを守って喜ばせてあげて。任せとけって。まあ彼氏だからね、やったるぜ。こじゃれたケーキでラヤが元気になるのか。私の理解によれば、ラヤの力は心身の状態に大きな影響を受けるっぽいの。ああ、そうなんだ。アヤが力を取り戻すにはもう一度ハッピーになってもらわないとね。なるほど。そしてラヤがホレノワールのことをリストに書いてたならきっと大好物なんだ。この店のケーキを食べたらラヤは元気になれるかな。間違いなくね。ディアカフェは街で一番のケーキ屋さんよ。あ、カフェなのにケーフィってカフェでケーキ売ってるんだね。なるほど。そうなんだ。だったら今すぐ買ってこよう。ほら、もたもたしない。さっさとフォレノワールは買ってきてくれる。今まで生きてきてフォレノワールっていう単語を聞いたことなかったからさ、何なんだろう。ケーキかな。やれやれ、困ったもんだ。なんか店荒れてない？右の看板がさ、ベルコムになってんだけどベルカムじゃなくてベルコムになってる。すいません、フォレノワールをホールでください。あれ、なんか様子が変だぞ。ああ、アトマくん。アトマ、町にいる人全員に名前覚えられてるのかな。めちゃめちゃ有名人じゃん。うちのパティシエが店長と喧嘩しちゃってね。あら、ケーキ買えないんじゃないか。え、何があったんです？詳しくは店長に聞くといいわ。私はこの後片付けをしないと。なんで喧嘩しちゃったんだろうね。これなんか取り持ってあげる的な感じなのかな。いや、ここのカフェ結構席数あるね。カフェっていうよりはなんかケーキ屋さんっぽいけどな。話すか。店長さん大丈夫ですか。ああ、君か。店のパティシエと喧嘩したんですか。からかな。はい、そうなんだよ。あいつが他の料理に挑戦したいと言って、それで私は頭に来て。ケーキもろくに作れんくせに生意気言うなと言ったんだ。ちょいと厳しすぎたのかもしれん。あいつは大暴れして店を出て行ってしまった。あいつは私の若い頃にそっくりでね。まあ孫娘だから当たり前なんだが。ああ、女性の方なんだね。店がこんなありさまですまないね。こっちかな次は。はい、フォレノワールが必要なんです。彼女さんへのプレゼントかい。え、なんでわかったんですか。ダイヤはうちの常連だからね。フォレノワールが大好きなことはみんな知ってるよ。へえ、ダイヤちゃんと付き合ってることも街中の人が知ってんだ公認カップルなんだね。残念ながら今材料が全部ダメになってしまってね。あら、材料を手に入れてきましょうか。君がかい。どうしてもこのケーキが必要なんです。材料ってカルニアジャヤ雑貨店で手に入りますよね。
そうしてくれると助かるよ。本当にありがとう。そうだ、君が材料を集めてきたら私がケーキを焼いてやろう。それくらいはさせてもらわないとね。あ、やったやった、ありがとう店長さん。店長さんって店長さん、早速行ってみます。じゃあ雑貨屋さんで材料を買いに行けばいいと。あら、あ、ヤンキー、おい何すんだ、提督何すんだよお前。顔が怖いぞ。死んだ目をしていた今。シャー、これエリックだね。ラヤちゃんに片思いしてるエリック。はい、何やってんだ。おっと、今話題の色男さんじゃねえか。てめえの魂胆は分かってら。魂胆って、女に気に入られるために街の中を駆けずり回ってんだろう。いや、まあ女というか、まあラヤちゃんだけどね。キャハハ、情けねえやつ。男だったら好きな子を喜ばせたいって思うもんだろ。いや、その通りっすよ。け、キモいぜ。男ってのは女のケツに敷かれんじゃなく、てめえの道を歩んでいくもんさ。はあ、はいはい、そういう自分を持ってる男がモテんだよ。モテんだよって言ってるところで、なんか君モテない気がするけどな。タバコもね、なんか吸ってる俺がかっこいいみたいな感じだから。いやー、そういうのは良くないんじゃない。それってウケるよ、彼女もいないくせしてか。ほっとくよ、いるか。いや、これで煽るか。それってウケるよ、彼女もいないくせして。ま、今だけの話さ。もうすぐラヤはお前が本当は薄汚い野良犬だって気づくだろうよ。え、そしたらラヤが君になびくっていうのか。あとはこんなバカの挑発に乗っちゃダメよ。ケーキの方はどうなの。それなんだけど、問題が起きてさ、店のパティシエが消えちゃって、リアカフェじゃケーキは作れないって。だから僕らで材料を集めないといけないんだ。それなら雑貨店で買えるんじゃない。雑貨店か、よし、まずはそこを当たってみよう。んで、俺のことは仕方ってか。ま、好きにしな。ケーキの材料なぞどこの店を探したって見つからねえよ。つか、どこへも行かせねえけどな。どういう意味だ。おい、お前ら。あ、またなんか来た。よう、エリック、いつでも行けんぜ。あ、また戦うのかな。あ、こっちにもいる。ここは絶対通さねえ。さあ、どうしようか。ひゃはは、情けねえ顔してやがんぜ。今度もまたラヤのスカートの下に隠れる気かよ。くっ、やっぱりてめえは情けないやつさ。か弱い女の力を借りなきゃ街からだって出られやしね。いやー、エリックはワルだね。てて、私がラヤを呼んでこようか。ダメだ、弱ってるラヤをこんなことには巻き込めない。もうちょっと、男の保険に関わるとか言ってる場合。あいつの言うことも一理ある。ラヤのためにも自分のためにも僕は戦い方を学ばないといけない。お、じゃあ戦えるのかな。本当に一人でやる気なの。あ、なんとかなるさ、願わくばね。はい、マップ見るか、とりあえず。雑貨屋さんはゲーセンの前通っていけばいけそうだよね。こっちかな。あ、提督ついてきてる、かわいい。はい、わあ、下がってな。くそ、強いぞ。ラヤがいてくれたら。いや、ダメだ、ラヤに頼ってばっかりじゃ。もっと強くならなきゃ。ファイト。戦い方ってどうやって学べんだろうね。ここのゲーセンで学ぶのかな。いいからさっさと金を払えよ。そしたら二度と手出しはしね。
断る、もう我慢の限界だ、何度も金を巻き上げやがって、私には家族がいるんだ、安全ってのはただじゃ買えねえ、昔からそうだったろ、お前が金を払って俺たちが守る、その金を払えないなら守ってもやれねえな。何から守るって言うんだ、一番の害虫はお前らじゃないか、たく手を焼かせやがって、まずいぞ、こっちはこっちでやばいことに、お前ら。他人の騒ぎに首を突っ込みたくはないが、店長は出ていけと言ってるんだ。ならてめえが出ていけよ、てめえには関係ねえだろ。関係あるとも、私が心から愛するゲームセンターでお前たちが暴れているんだぞ。こいつは笑えるぜ、ヨボヨボのおじさんがでけえ口叩きやがる。このゲーセン古き良きゲーム多いね。いいな、こういうゲーセン結構昔にはあったけどね、今はあんまり見ないな。お前らにも分かるように説明してやる、このゲーセンは私の島だ。こいつ舐めたことを、痛い目に合わせてやるよ、よかろうかかってこい、レッツゴージャスティン。すごいカタカナ面、あ、すごいゲームみたいな戦い方してる、シャガー何今のすごい必殺技、ひ、カタカナ、すごかったね今の必殺技かな。お前など私の敵ではないわ、くそこのジジイ、いいパンチ持ってやがら、覚えとけよ、このクソジジイが。あ、去ったね。うわ、あのおじさん超かっこいいぞ。あの人から学べんじゃない、戦い方。助かったよ、ソエバンディさん。名前がすごいな、ソエバンディ。はい、ソエバンディさん。礼には及ばんよ。ゲームを続けてもいいかね。もちろんだよ、好きだけいてくれ。ゲーム代はもちろん、店のおごりだ。あなたのおかげでこのゲーセンはチンピラどもから守られてる。どこにでもいそうなおじさんなのに半端なく強いや。強さの秘訣は何だろう。なんかキラキラしてるね。マンタソーダオレンジ味、マンタソーダのスカッと爽やかオレンジ味だ。はい、さっきのおじさんに話聞きに行くか。おじさま、ソエバンディさん、どうした少年。今は取り込み中だ。ゲームをしたいなら並びたまえ。戦い方を教えてくれませんか？なんだと？誰かの弁当代でも盗もうって腹なら今すぐ帰った方がいい。君のような高校生がなぜ戦わなければならん。けど、あなたも一見ただの公務員さんですよね。なのにどうして戦えるんです？なぜ公務員だと分かった？制服です。あ、公務員さんはその制服なんだね。教師も緑色着てたもんね。あれも公務員だからってこと？いい目をしているな、少年。お願いです。彼女を守りたいんです。女の子か？彼女のために強くなりたいんだな。はい。本物の愛を勝ち取る上で、拳の強さは関係ないが、愛する者を守るために戦うのは立派なことだ。よろしい。では教えよう。お、ありがとうございます。本当ですか？でてん。このラスボスを倒した後でな。それっていつですか？わからん。あ、旗。だが奴を倒さねばならんのだ。なんとしてでも。あれはスペースタイプの花だ。スペースタイプして手伝ってあげよう。はい。じゃあ、やるか。スペースタイム。これは心の中かな？喋るか。ボスを、ラスボスを、このゲームのラスボスを倒せば、職場のボスにも立ち向かえるはず。ああ、そういう気持ちなんだ。だができん。怖いんだ。何かが心を蝕んでいる。一人ではできん。なるほど。ここを調べればいいのか？どれどれ。
このボタンを押せば。もう限界だ。一生足蹴りにされるのはごめんだ。ラスボスを倒さねばならん。このゲームでも自分の職場でも。ファイナルラウンド。あ、ファイナルラウンド。あ、コマンドを押せばいいんだね。はい。ほいっと。あー、ミスっちゃった。ファイト。やり返すぞ。声を上げるんだ。はい。あ、勝った。割とサクッといけたね。やったぞ。思い知ったか、この血も涙もない独裁者め。あ、なんかどうした服装が変わってる。あ、これで勝ったのかな。よーし、よかったね。やったぞ、ラスボスを倒した。僕も今わかりました。ゲームみたいに戦えば、うん、勝てそうな気がします。ほう、よく気づいたな少年よ。敵と戦うことになったらこのゲームを思い出せ。とにかく集中することが大切だ。恐怖心に飲まれてはならんぞ。はい、いたぞ。あ、来たね。ここで戦うのかな。ボス、こいつが例のジジイです。あ、ジジイ、ジジイって言っちゃった。そっちの方か。ぶちのめしちゃってください、ボス。調子に乗ってるジジイってのはてめえか。てめえの島だと笑わせんな。この町は俺らの島なんだよ。さあ、来な。俺と戦いやがれ。アトマくん、こいつで腕試しはどうだ。おじさん楽しようとしてませんか。え、僕が。君にはそれだけの力がある。あ、戦うのかな。よーし、全力でいきなさい。よし、かかってこい。暴走族のボス。はい。あ、でもこのコマンド打ちながら戦うのいいな。ボス。ひょろひょろのジジイに、高校生のガキに、このゲーセンにいるオタクどもはどうなってんだよ。出ていけ、二度と戻ってくるな。ひえー。あ、置いてかれちゃってるね。またな。こういう戦い方なんだ。アトマくん、君もこのゲーセンを守ってくれるのかい。私は本当に運がいい。これでもう一人で戦えるな、少年。はい、彼女を守ってやれそうです。そうか、よかった。男らしく大切なものを守るがよい。ありがとうございます。あなたは本当に偉大な方です。やめてくれ堅苦しい。だが私のことは他の格闘技に習って先生と呼びなさい。はい、先生。ああ、先生か。やはり心地よい響きだ。アトマくん、これからはいつでもタダでフューチャーファイターで遊んでくれよ。あ、いいね。やっぱりこれでランク上位を目指せばいいんだね。店のおごりだ。え、いいんですか。けど今は遊んでる時間がないよ。いいかい、アトマくん。大切なのはたまに休んで一息つくことだよ。ん？それって前にどこかで聞いたような。どうかしたかね。いえ、なんでもありません。もう行かないと。よし、そしたら君が遊びに来るのを待ってるよ。その際はぜひ私の2番目のハイスコアに挑んでみるがいい。そういえばフューチャーファイターのハイスコアを抜くってリストに書いたっけ。たまにゲームで遊ぶくらいならね。はい、ということで、このおじさま、名前なんだっけ。こんにちは、先生。やあ、少年。君さえよければ、いつでもフューチャーファイターでの勝負に応じるぞ。
はい、この先生っていう人に戦い方を教わったので、ヤンキーの子と戦えるんじゃないかな。ゲームで遊びたいけど、まずはラヤちゃんの好きなもののために材料を集めないといけないね。これ見てみるか。フューチャーファイターのキャラの特大パネルだ。これは何だろう。かわいいぬいぐるみがよりどりみどりだ。うん、スロットのとこにチケットが残ってる。あ、ゲーセンチケット。あー、ここってチケット制なのかな。あのチンピラども二度と戻ってこなけりゃいいけどな。あー、フラグだなこれ。そうで、こやつともう戦えると。その態度はなんだ、殴られてんのか。そっちが喧嘩をふっかけてきたんだろ。打ちのめされたくなかったらそこをどけよ。いいぜ、踊ってみな。踊ってみなってなかなか腹立つセリフ。はい、じゃあこれで戦えると。あ、しこい。 A 右下 A。 はい、上、え、あ、上、え、左、上。はい。え、右、下、下。これで終わりだと思うなよ、クソ犬。あ、弱い。待ってやがれ。強くなったわね。お見事よ。なあ、提督。僕ってラヤにふさわしい男か？それはまだわからないけど、あなたの熱意は大したものよ。そしたらやることをやっちゃいましょう。雑貨屋店の在庫はきっともうエリックがめちゃくちゃにしてると思うわ。あの単細胞がやりそうなことよ。こっちにしようかな。材料はどこで見つかるかな。私の部下が力になるわ。部下だって？野良猫仲間たちよ。ああ、猫たちは町のことなら何でも知ってる。きっと大きな助けとなるわ。今も情報を持ってこちらへ向かってるはずよ。おー、提督って名前の通りちゃんと部下がいるんだね。いいね。なんでエリックは僕の目の形、なんでエリックは僕を目の敵にするんだ。あいつは何年もラヤをいじめてるの。最悪。生まれつき嫌なやつなのよ。ああいった男がいない方が世界はもっと幸せになるのにね。あ、にゃんこ集まってきた。守備はどう、みんな。にゃにゃ、ボス、見つけたにゃん。卵にゃん、メンドリにゃん。なるほどね。モスクの近くにメンドリを飼ってる男がいるそうよ。そこで卵をもらえるかもしれないわ。モスクね、はい。にゃにゃ、チョコにゃん、にゃにゃ。ネットカフェの近くでチョコをたくさん持ってる男の子を見かけたって言ってるわ。その子に頼めば分けてもらえるんじゃない。みょーん、提督、司令部にゃん、さくらんぼの木にゃん、ゴロにゃん。ありがとう、小さな猫さん。あー、なんて言ったの。さくらんぼの木の下の新しいおしゃれな司令部のことでおめでとうって。それってラヤと作った家のこと。そうよ。待て、あれってさくらんぼの木なの。みょーん、よーし、あの木を調べてみよう。ひょっとして実がなっているかもしれない。どうかね。さてと、これで情報は揃った。そしたら、モスクのそばのメンドリから卵を、ネットカフェの近くの男の子からチョコを、提督の家の隣の木からさくらんぼを手に入れればいいのか。役に立つ情報をありがとう。ありがとう猫さんたち、どうも助かりました。みゃみゃん、ご苦労様。そしたらみんなは持ち場へ戻って。行きましょう、アトマ。はい、じゃあちょっとマップ見ようかな。ネットカフェってどこなんだろう。あ、ここか。はい、ネットカフェとモスク、モスクっぽいものが見え、あ、これかな。公民館行ってネットカフェ行ってさくらんぼの木とか。じゃあこっちかな。おっと、やり返しできたのか。お守りのラヤママもいねえくせに怪我すんぜ。ラヤとは何の関係もない。
男らしく僕と戦えよ。そのポンコツ頭を叩き直してやら。いやこいつもちょっとサクッといっちゃうか。右下ね。はい、左右下。ママ痛いよ。このクソ野郎がそのうちエリックに締められんぞ。いやあいつがママ野郎でしたわ。じゃあ行きますか。はい、ここに、これはにゃんこ、君名前なんて言うんだい。アデルでっか、かわいい。提督と柄が若干似てるの。サッカーボーイ、ぬはは、我はサッカー界の英雄ロナルド・ラーナリー。うおー、この町で一番サッカーがうまいロナルド・ラーだ。そうとも。そこで君にリフティング勝負を挑みたい。あまりある名誉です。いや頭ノリいいんだよな。頭みたいな子が友達に欲しかったわ。君が50回リフティングを決めたら、ヨーマンガムのパッケージの M の文字をやろう。お、ありがとう。ヒャッホー、乗った。準備はいいかい。はい。うん、やめとく。うんにしよう。はい、うん。あれ、どうやってやるんだろう。たったの0回しかリフティングできないとは情けない。もう少し実力を磨いてから出直したまえ。ちょっと、やってみたい。ごめんね、ちょっとやるわ。再挑戦します。あれ、どうやってやるんだろう。あれ、どうやってやるんだろう。こんにちは。今日はすごくいい天気ね。あ、ここには入れないのかな。ここ、ちょっとマップ見るね。この辺に入れそうな気がするんだけどな。ダメか。あ、入れないね。ここは何？変わった形の野菜だな。あ、これ卵って。すみません、あの面取りってあなたのですか？ああ、いつもラヤと一緒にいる少年だね。そうだが、なぜ聞くんだい？卵はいくらですか？卵ならあげるよ。いいんですか？ラヤの友達なら喜んで。それに子供は健康なものをたくさん食べないといけないな。ラヤの友達なら喜んで。それに子供は健康なものをたくさん食べないといけない。いや、ラヤ普段からいいやつしてるんだろうな。新鮮な卵は体にいいからね。ただ困ったことに、今は卵が一つもないんだ。え、なんで？ここ何日かうちのメンドリがひどく荒べっていてね。檻から卵を出そうとするたび、狂ったようにつついてくるんだろうよ。あいつに恐竜みたいに食われる夢だって見るくらいさ。あら、メンドリさんに何があったんですか？さてね、見当もつかないよ。3度目に襲われてから卵の収穫を諦めたんだ。動物の言葉を話せたらコケコに直接聞けるんだけどね。コケコって言うんだ。かわいい。コケコ、どうした？提督、喋れるのかな？調べると。コケコ！うおーっと、つつかないでくれよ。提督さ、彼女の言ってること通訳できる？コケココ、コケコケコ。おんどりが？ふむふむ。どうやら毎朝おんどりのセクシーな鳴き声が聞こえてるみたいなの。こけーここ、こけーこけーこー。それでそれを聞いてると心がざわめくって言ってるわ。そのおんどり以外の伴侶はもう考えられないって。こけーこけー。それって恋か？
ああ、きっとそうだよ。沼地のあたりに凶暴な野生のオンドリがいて、いつもコケコケ鳴いてるんだ。コケコは毎朝その声を聞いてるに違いない。へえ。僕がそのオンドリを捕まえましょうか。それにはオンドリ袋が必要だ。なんだオンドリ袋って。オンドリ入れる袋。そうだね、はい、多分これだ。君に貸してやろう。あ、助かります。どういうこと。オンドリ捕まえるのに袋いるんだ。初めて知った。オンドリさん小屋に入ってないんだね。屋根に乗っかってるタイプか。逃げないのかな。じゃあ行きますか。あ、助かります。はい、ワイで開く。なんか竹、これはバケットみたいな感じか。沼地に行けばいいのかな。ここ入れるんかな。沼地、あ、こっちなんだ沼地って。じゃあ沼地に行く前にネットカフェに行きますか。ネット、あ、これかな、この子かな。うまうま、チョコすげえ飯。お兄さんもチョコ好きなの。好きだよ、けど最近はチョコがどこにも売ってなくてさ。少し分けてくれないかな。お兄さんに分けろって。僕のチョコを。そうだけど。あ、怒ってる。いや、そりゃそうだよな。知らん男の人にチョコくれって言われてあげないわな。嫌な答え。このチョコは僕んだ。これは僕んだ。僕のチョコだ。誰にもやらないぞ。このチョコのためなら死んだっていい。どうにか落ち着かせないと。これはスペースダイブかな。スペースダイブ。ここはこの子の心の中だね。チョコのことしか考えられない。チョコは必ず僕を幸せにしてくれる。チョコっていうのは愛そのものなんだ。すごいことを語ってる。そんな食べ物が他にもあるかって？ないね。ありえない。ごくごく普通のチョコだって僕には魔法の食べ物なんだ。このチョコチップドーナツだってそうさ。この子はチョコが大好きなんだ。僕の好物が2つ揃ってもチョコには絶対勝てないよ。そのチョコを持っていくな、僕んだぞ。おー、これ天秤か。これはいいのか。野菜、ポップコーン、うん、はい。これはよく見る。好きな食べ物ランキングか。あの子が好きそうな食べ物を理解するのに役立つかもしれない。星星、グッドグッド、ハートか、はい。これ何かに使うのかな。 The Best Food Review。 この子のレビューってことかな。同じ重さにすればいいのかな。ドーナツが星星、ハート、グッドグッドだから、野菜とろかみを合わせればいいのかな、これは。野菜とろかみだとちょうどドーナツと重さが一緒になるね。野菜とろかみと。はい、で、ろかみと、ロカミってなんだろうね。なんかのご飯セットかな。ハッピーセット的な。で、ロカミと野菜と。嘘だろ。袋ラーメンのロカミが、あの緑とか赤とかオレンジなのって野菜なのか。即席ラーメンは途中で飽きるし野菜はゲロまずいけど、これってなぜだか美味しそうに見えるぞ。これってただの即席ラーメンじゃない。ママが作った特製ラーメンだ。そうだ、思い出してきたぞ。あの日曜日の朝にママが作ってくれたっけ。
僕が野菜を食べないからって心配してくれて。こっくり、これってチョコより美味しいかな。あ、変わった。食べ物ランキングが入れ替わった。そんなはずない。チョコに勝るものなんてあるわけないんだ。このチョコレートパフェとかさ。あはは、そういうこと。この芸術的でデザートを超える、この芸術的なデザートを超えるものなんてない。甘くてふわふわでクリーミーで。いや、この子の気持ちわかるな。今でもチョコとかめちゃめちゃ美味しく感じるのにさ、子供の時なんてもうチョコパフェなんてもうね、食べられる日にはもう有頂天でしたわ。いや、懐かしいな、パフェ。よくおばあちゃんに連れて食べに行ってもらってたな。逆かよくおばあちゃんに連れて行ってもらってたな。あのパフェがある喫茶店みたいなとこに。いいよね。私はバナナチョコパフェ派だったな。じゃあこれもランキング通りに合わせるのかな。はい、チョコパフェがランキング上位だね。で、グッドが3つで星3つ、ハート1つと。ハートが入ってて星3つ。グッドは3つ稼がなきゃいけないから、コーラとこれはちょっと待ってね、放っておくで、乗っけられるのは2個だ。はい、見る。3つ1つでしょ、うん、マシュマロ的なやつが星が3つだね。で、ハートとグッドが揃ってるものはないから、アイスクリームとグッドと星3つがあればいけるの。グッドと星3つ、あ、星2つだけだね。チーズと、ダメか。よくわからんお菓子が星2つとハートでしょ。星1つとグッド3つ、あ、コーラだね。あ、これでいけんじゃない。よくわからん、下から2つ目のお菓子とコーラね。はい、よくわからん2つ、よくわからんやつとコーラ。はい、オッケー。じゃあコーラと、はい、よくわからんお菓子。よくわからんお菓子、あ、チップスなんだこれ。あとコーラだね。あら、コーラとよくわからん。見てみよう。これでいけないっけ。星が3つって、あ、いけてるよね。あ、ダメなのかな。これはチップスかな。ダメなんだ。もう一回見ていい？よく見ると、あー、コーラとよくわからんやつっぽいけどな。ダメなんだ。チョコドリンクと、あ、チョコドリンクとアイスでもいけんのか。あー、でも、そしたら星が足りないな。あ、チョコチップをチョコパフェのところに持っていかなきゃいけないんだね。見てなかったわ。チョコ
トチップクッキーね、これを持っていくと。そういうパターンもあるんだ。はい、あ、置けないのかな。あ、置けない。あれれ、あ、チョコチップ、あ、引かなきゃいけないんだ。そうすると、あー、そういうやり方もあるんだね、面白い。チョコチップがハードとグッドを引くからっていうことは、このパフェ自体のレビュー度は星が3つでグッド2つってことか。星が3つでグッドが2つと。ってことはハートがないわけだね。星が3つでグッドが2つ。ということは、フルーツとホットチョコレートドリンクだね。はい。いや、これ面白いな。とか、チョコとフルーツか。はい。あ、ピーナッツドリンクなんだ、あれ。美味しいのかな。はい。うん、この果物の香りは甘くてスパイシーでツンときて、これってもしやフルーツサラダのルジャックか。辛い食べ物って苦手だけど、これってすごく美味しそう。そうだ、思い出したぞ。あの日ママがチョコを買うお金がなくて、僕が泣き止まなかったらこのサラダを作ってくれたんだ。へえ、フルーツサラダってこと。美味しいのこれ。きっと体にいいものを食べなさいって。ジュルル、いや、騙されないぞ。これはチョコじゃない。なのになんでこんなに美味しそうなんだ。チョコに背を向けろっていうのか。あ、ママ。ママ。おー、なるほどね。あ、ショートストーリーだけどすごく良かったな。そうだよ、ママの手作り。そうだよ、ママの手料理より美味しいもんなんてない。早く家に帰ろうと、ママにヘルシーな食事を作ってもらうんだ。はい、お兄さん、僕のチョコの残りは全部あげるよ。ええ、ありがとう。わあ、よかったね。いや、でも最初というか、まあ、子供の頃はな、チョコレートとか甘いお菓子ばっか食べてたけど、まあね、家から離れて独り立ちすると、親が作ってくれた料理ってすごい栄養価考えてたんだみたいなのってあるだろうしな。いいな。で、チョコは手に入れたと。じゃあ、あとはボンドリを捕まえるかな。これも見れるのか、調べるか。はい。あ、公衆電話。あ、公衆電話だ。小銭があれば電話をかけられるけど、お金は持ってなかったよね。じゃあ、いいか。ポスター見ると。どこかの会社の看板が広告とチラシに埋もれて隠れちゃってる。誰か掃除してあげたらいいのに。ここは何屋さんだろう。話すと。よう、アトマン。あ、終わり？あ、今はイベント発生しないのかな、これは。はい。じゃあ、進むか。あ、ここに来るんだね。あれ、映画館の前にいたおじさん。やれやれ、最近の子はピエロを怖がってちゃいけない。支払いが溜まってく一方だよ。あ、ピエロなんだ。アヒルじゃなくて。これなんだろう。楽器？あ、喜んでる。かわいい。もう一回やろう。怒った。ああ、喜んでるだ。わかりにくいな。あ、これ楽器なのかな？なんだろう、これ。汚い容器だ。このゴミって全部どうなるんだろう。
いや、これはチャリだよね。このチャリってまだ乗れそうだけど、誰か探してる人はいたっけ。あ、じゃあ鳥捕まえに行くか。前にあったっけこの猫ちゃん。セシル・ソーブ・ダーデン。セシルっぽいな。セシルちゃん。このおじさん、物乞いの方だ。このさくらんぼの木はな、昔は両手で抱えきれないほどのさくらんぼが取れたもんだ。私がまだ小さかった頃、友達と一緒によくこの木に登って実をもいだもんさ。あはは。懐かしいな。この木はもう死んでいる。あー、そうなんだ。そうなんですか？あ、全くできることなら時間を巻き戻して、ま、あのさくらんぼをまた味わいたい。口いっぱいに頬張って食べたもんだよ。誰かと一緒に。おー。なるほどね。そういう過去があったんだ、この方は。あれは誰だったか。ダメだ。思い出せん。あれはスペースダイブを使ったら思い出させてあげられるかも。誰だろうね。心の中入りますか。はーい、スペースタイム。みんな心の中なんか宇宙的な空間だよね。あ、おじいちゃま、おじいちゃま。まったく、あー読めない。老朽死かな、していかん。まるで大切な記憶が頭から滑り落ちていくようでな。せめて時間を巻き戻せたらの。あー、都合のいいところに時計があります。調べると、この時計には単針がついていない。針がないんだ。針的なやつ持ってたっけな。あー、ないな。これってさくらんぼの木かな。ってことはまだアイテムがないから無理なのかもね。あ、おんどりだ。おんどり袋は持ってるけど、どうやって気づかれずに近づこう。そうだ、草むらに隠れてゆっくり歩けばおんどりに襲われずに近づけるかもしれない。やれやれ、まるでゲームだな。あ、メタ的だね。ゲームなんだけどね、これ。じゃあやりますか。先生よりも鳥の方が、あ、バレた。こけー。あー、しまった。逃げろ。先生よりも鳥の方が難しいな。あ、ちゃんと提督も来るんだ。提督ありがとう。オンドリってあんな色だったっけ。綺麗だね。あ、バレた。難しい。負けるか。なんかコツつかんできたかも。これでいけるかなあ。あー、バレちゃった。うわ、こんなところで。しまった、逃げろ。あー、惜しいね。いけるか。はいはい。なんか先生の時よりさ、この間が空いてるから難しいね。しまった、逃げろ。はい。焦るとダメだからさ。あ、バレた。よし。
鳥の鳴き声がね、リアル。あ、いけた。捕まえた。さて、おんどりくん、これから楽しい目隠しデートだ。はい。いやー、捕まえられてよかった。ここからはいけないのかな？で、なんか、おじさまの心の中を開くには、まだアイテムが足りてないかも。うん。監視を探しに行くか。あ、これっぽい。時計が捨ててあるけど、調子が取れちゃってる。古いけど、直せばまた使えそう。しまった。なんか外れたぞ。完全に針が取れちゃった。あ、これかな。ゴミが溜まっていく一方だな。これっぽいね。これをおじいちゃまの心の時計にさせばいいんじゃない？はい、スペースダイブ。はい。心の中に来ましたと。ここの時計にあの針をさせばいいんじゃないかな？はい。時計の単身。あさっき捕まえたオンドリ入ってる。尻尾だけ見えるね。あ、こういう入れ方するんだ。へぇ。じゃあ、時計の単身と。あー、これ過去に戻ってるのかな？ふんふん。せめて時間を巻き戻せたらってね。おーい、さくらんぼあったか。おいしいさくらんぼがいくよ。ちゃんと掴んでね。え、おい待てって。ねえそこの君。はい、なんでしょう。僕？そうだよ。よかったら、さくらんぼをつかむのを手伝ってくれないか？後で分けてやるからさ。これもミニゲームかな？よーし、望むところだ。さてさて、僕が上から木を揺するから、美味しそうなさくらんぼをキャッチするんだ。美味しそうなってことは、腐ったさくらんぼとかも落ちてくるのかな？ 7 個もあれば十分かな。そしたら、位置について、よーい。はじめ。はい。あ、すごい。おっと、しまった。やり直すしかないね。あ、そういうこと？あ、楽しい。え、僕が上から木を揺するから、美味しそうなさくらんぼをキャッチするんだ。7個もあれば十分かな。そしたら、息について、よーい、はじめ。あー。さくらんぼ、あー楽しい。あ、危ないはいと、いいぞ、やった。誰が、男の子？あ、弟ね。はい。弟よ、さくらんぼがこんなに取れたぞ。弟？よくやったな。俺の見込んだ通りだ。空、分けてやる。へへ。ママにさくらんぼが取れたってよ。よーし、家まで競争だ。負けた方が罰ゲームな。これ、おじいちゃま、かぶっちゃった。これがおじいちゃまの子供の頃ってことかな？思い出した？弟よ。ああ、弟よ。会いたいの。
だが、お前のことを思い出せただけで幸せだ。この記憶を大切にしていこう。よかった。いやー、昔の記憶ってちょっと忘れてしまいそうだよね。ここまで、年を召されると。いやー、私もどんどん年老いていったら、忘れるのかなー。悲しいな。まあ、サクランボあげたいよね。何も起きない。あー、ダメなんだ。7個ぐらい持ってるからさ、1個ぐらいあげてもいいかなーと思ったんだけど。あげられなかったねー。これで、オンドリを持っていけばいいんじゃない？声で落ちた？あ、よかった。やったね。あー、めっちゃ威嚇してる。なになに？おい、私の鶏が。でんでん、でんでん。あー、まあ仕方ないね。とにかく卵は持ってきたまえ。鶏のこと本当に残念です。二人はどこへ行ったんだろう。じゃあとりあえず卵はもらうか。卵を手に入れた。目標完了。よし。じゃあ、あのカフェに持っていけばいいのかな。お前、今度こそ絶対リフティング50回やってやるからな。操作方法わかんないけど。じゃあ行きますか。カフェはどこだったっけ。ここか。ディアカフェ。店長さん、材料持ってきましたよ。全部あげればいいのかな。卵から、農場から取れたての質のいい卵だね。農場というか、まあ、知らないおじさんが飼ってた卵を持ってきたんだけど。はい。素晴らしい。はい。じゃあ次はチョコレートかな。はい。どうぞ。ふむ、こいつは上等なチョコレートだ。よくやったね。はい。最後にサクランボだね。これ、フォレノワールっていうケーキはサクランボ使うケーキなのかな？美味しそうだね。ほう、こいつは店で買える普通のさくらんぼではないが、もちろん何の問題もない。お、材料がすべて揃ったか。素晴らしい。少し待ってなさい。今すぐケーキを作り始めよう。え、できなかったの？ダメだ、ひどい出来だよ。え、なんで？店長さん、本当にすまない、アトマくん。どうやら私の腕がちょっと鈍っているようだな。私にはケーキが作れない。やはり、うちのパティシエでないとな。ああ、やっぱパティシエ。店長さん、あんた自信満々に言ってたのに。作れないんかい。じゃあ、パティシエを連れてくるのかな。パティシエさんのいそうな場所は？この街のどこかにいるとは思うが。そういえばこの間、インターネットでレシピを調べる方法を聞かれたわ。ディムサムに、サテに、ルンダンに。ああ、もう全然わからん。なんだろう、この材料。魔法の呪文にしか聞こえんわ。やれやれ、その時にはもう店を辞める気でいたようだ。残念だわ、店長さん。けど、そしたら今頃はまだネットカフェでレシピを調べてるんじゃない？なるほど、ネットカフェですね。はい。僕がパティシエを探してきますよ、店長さん。ご心配なく。助かるよ。ということで、ね、インターネットカフェに向かえばいいかな。行くぞ、デート君。
提督行くぞ。あ、提督走ってくれてるんだね。気づかなかったな。じゃあ行きますか。いや、提督かわいいな。走ってる提督かわいいな。あ、間違っちゃった。はい、インターネットカフェに、あ、逆側だね。ここと、にゃんこに話しかければいいのかな。変な帽子にゃ、みゃ、みゃおん。変な帽子をかぶったむっつり顔の人間がここ何日かネットカフェに入り浸ってるそうよ。ん？変な帽子？みゃおん。でっかいふわふわのやつだって。みゃおみゃ、ごらにゃん。全身白ずくめだって。みゃみゃ、シャー。料理のことで愚痴を言ってた？あ、それって失踪したパティシエだ。そうだわ、料理人さんのコックコートよ。そしたら私は外で待ってるわ。ネットカフェの意地悪な店長がいつも私にタバコを押し付けてくるの。おい、やめろよ猫にタバコ。猫虐待は許せんぞ。頭だけ入って。あ、ってことでじゃあ入るか。ルルちゃんはここで働いてんのかな。これか、タバコのつっついてるやつ。パソコンを使いたいなら1時間2000ルピアだよ。あ、お金持ってないんでやめときますわ。この人かな。あ、でもその前にアイテムゲット。ヒトデビールだ。子供は飲めません。はい、この人だよね、確かに。まあ この先はいけないし、明らかにこれだな。はい、リアカフェのパティシエさんですよね。前はね、店長のおじいさんが心配してます。反省してるから帰ってきてほしいって。私が帰ったらどうせまたケーキを作らされるに決まってる。私って多分ケーキ作りから足を洗った方が幸せなの。中国料理とかね、面白そうだし。そういうわけで悪いけど、今はレシピを調べるのに忙しいの。自分がどういう料理人になりたいか見極めないといけなくて。あ、スペースダイブマーク出た。あれかな、なんやかんや言ってもケーキ作るのがやっぱり好きなんだみたいなことを思い出させる感じかな。はい、じゃあスペースダイブ。あ、同じ顔の人がいっぱいいる。聞けいシェフたち、これが最高の料理を作って料理界の頂点に立つための最後のチャンスだ。はい、シェフ。残りは45分しかないぞ。はい、シェフ。あら、ああもうダメ。他のシェフにケーキ作りの道具を持ってかれちゃった。これじゃあ勝負に勝てないよ。パティシエさんが困ってる。助けてあげよう。この方は提督？監督さんかな。残り45分。あらあら、どうしたの？ああもうダメ。他のシェフにケーキ作りの道具を持ってかれちゃった。これじゃあ勝負に勝てないよ。この辺りから取ればいいのかな。パティシエの道具を返してもらえません。いやだよ、ケーキには勝たせない。査定の方がはるかに上だし。けど脂っこすぎるのはまずいの。審査員は脂っこいのが苦手だから。脂っこいものか。パティシエの道具を返してもらえません。いやだよ、ケーキには勝たせない。ルンダンの方がはるかに上だし。けど辛すぎるのはまずいの。審査員は辛いのが苦手だから。辛いもの、はい、次は？パティシエの道具を返してもらえません。やだよ、ケーキには勝たせない。リム様の方がはるかに上だし。けど苦すぎるのはまずいの。審査員は苦いのが苦手だから。苦いもの、どういった材料を使えば苦くなるんだろう。全員に聞いてみたけど、そういった材料はこの中では見つからない。外を探さないとダメだ。へえ。何にも持ってないからやっぱ外で探すんだね。じゃあ行きますか。
何かあるかな。課金アイテム用にお小遣いを貯めとこうかな。あー、ネットゲームかな。あ、なんか落ちてるね。ピンクサンドのノンアルビールのピンクサンドだ。それってビールなのか。あー、ノンアルコール的なね。確かにノンアルなのにビールとかって正直よくわかんないね。ビール味のとか、まあ、味だけでもビール味わいたいとかあるのか。しまった、 A スペースのパスワード忘れてしまった。あら、この子は記憶症候群って知ってる。異なる現実が入り混じって偽物の記憶の幻覚を見ちゃう症状で、他にも同じ体験をしている人がいない限り当人は偽物だって気づかないわけ。それってこじつけじゃないか。人間の脳が何かのきっかけで偽物の記憶を見せることは現実にあるしさ。へん。そうやってガチに答えられてもね。あ、ルルちゃんだ。じゃあ外にとりあえず材料を見つけに行く感じかな。それでどう、パティシエさんは見つかった。会って話したけどまだ店を辞めるか悩んでる。他の料理は向いてないってどうにか伝えられないかしら。考えはあるけど。けど何？それって残酷じゃないか。彼女の夢をぶち壊しちゃうなんてさ。ガルル、あのね、あとまああなたはラヤのケーキを焼いてもらわないとダメなの。パティシエさんも多分分かってるはずよ。あとは背中を押してあげさえすればいいの。だったらやり方はわかる。脂っこいものと苦いものと辛いものさえあればいいんだ。そしたら取り掛かりましょう。私の部下たちが今回も手伝ってくれるわ。いや、猫ちゃん助けて。てんてん、まだ悩んでるの。しっかりして、あとまライオンのためよ。やるしかないの。もたもたしてると状況はどんどん悪くなっちゃう。てんてんだよな。そしたら情報を集めましょうか。早い。見つけたにゃ、見つけたにゃ。すごいわ、どこにあるの。苦い野菜にゃ、モスクのそばにゃ。そっか、なるほど。それってマスクのそばに生えてる苦うりのことね。辛いにゃ、火が出るにゃ、屋台のチリにゃ。よく見つけたわ。この近くの屋台ですっごく辛いチリソースを売ってるんだって。雑貨店にゃ、ただの油にゃ。ただにゃ、合言葉を言うにゃ。そっか、なるほど。雑貨店で合言葉を言えばサラダ油を無料でもらえるのね。ロカの最高級サラダ油、混じり気なしでごくごく飲めちゃう。それを言えばいいってこと？今の言葉を店主さんに伝えてみて。みんなありがとう。そしたら千葉へ戻っていいわ。にゃお。はい、急ぎましょう。あとま助かったよ提督。よし行こう。じゃあモスクのそばの苦売りは、ここまっすぐ行ったとこだね。これかな。はい、この植物って。あらま、苦売りが欲しいの。苦売りは体にとってもいいの。ビタミン A と C がたっぷり入ってて、血糖値やコレステロールを下げる効果があるのよ。苦売りっていうのはゴーヤのことだね、きっと。抗がん作用もあるってさつま聞くわ。すごいですね。けど苦いからって嫌いな人が多くて。どうぞ一つあげるわ。今年は豊作だったから。ありがとうございます。いただきます。はい、次はチリソースかな。近くの屋台って言ってたけど、ここかな。辛い、コメットチモルだよ。激辛だよ、めちゃくちゃ辛いよ。これだろうな。そしたらこの店の激辛コメットチモルはものすごく辛いんですか。当たり前よ。うちの激辛コメットチモルの特製激辛チリソースはろ過して一番の辛さを誇るんだ。お試しで少しもらえません。なんだい、お前さんは辛いものが苦手だったはずだろ。あ、まあその、分かってるよ。カラトのラヤに男らしいとこを見せつけてやりたいんだろ。え、ラヤがカラト？知らなかったです。カラトなの。焼けるね、この色男。ほら、こいつは持ってきな。
半端なく辛いから注意すんだぞ。はい。へえ、さやちゃんケーキ欲しいって言ってたから辛党じゃないんじゃない？あ、なんかいる。またヤンキーかな。オラオラかっこいいね。そこどけよ。俺のパンチをかわしてからいいな。あ、来たね。はい、右下 A 下、はい、上 AAA、 はい、左 A 上右、くマジでダサすぎんぜ。君の方がダサいから。でここで油と、こんにちは、油ください。いらっしゃい坊や、今日は何が入りようだい。合言葉を言う。まあダメ元で、ロカの最高級サラダ油混じり気なしでごくごく飲めちゃう。君はどうしてその合言葉を。じゃらんじゃらん、それで正解だよ。おめでとう、ロカのサラダ油を無料で差し上げよう。何者いやね、そういえって言われてるんだよ。業者がいろいろうるさいもんでね。本当にただでいいんですか、太っ腹。ただし諸条件が適用されるよ。容器は対象外だ。あー、そうなんだ。サラダ油の容器なんて持ってません。それに買うお金もないし。だったらご愁傷様だね、アトマくん。最も心配はいらないぞ。ゴミ捨て場のそばを探せば古い容器が見つかるかもしれない。それって町外れの？そう、そこだ。最近の人はちょっと汚れただけで何でもポイポイ捨ててしまうからね。ちょいと水で洗ってやればすぐにまた使えるようになる。私はいつもそうしてる。はい、さようなら。気をつけてな。じゃあゴミ捨て場にあったあの容器を取ればいいんだな。はい、今日取るとここでいいのかな。はい、汚い容器だ。こんなに汚れてなきゃ使えそうなのにな。一旦容器洗わなきゃいけないから、なんか洗えそうなとこ探すか。あ、いいところにホースがある。ちょっと洗えませんか。すみません、その水でちょっとこの容器を洗ってもいいですか。もちろんよ。あ、綺麗な容器ゲット。これでいけるんじゃない。あ、タバコのお兄さん、こんにちは。聞いたよ、彼女が病気だって。薬を探してんならカヤプテ油を試してみな。首と胸にたっぷり塗ればたちまち元気になるぜ。そんな油あるんだ。でも一旦このおじさまに容器、無料のサラダ油をくださいな。合点承知だよ。あ、合言葉言わないでいいんだ。一回でいいんだ合言葉は。はいはい、じゃあ進めこ。これで材料が揃ったから、パティシエの女の子助けに行くか。あれ、にゃむこ様がいないぞ。で、ここでスペースダイブと。スペースダイブ。で、ここに順序よく辛いものとか渡して。この子は辛いものだっけ。油っぽいものか。サラダ油と。今って料理に何か入れた？の、こいつは脂っこいぞ。我が国の伝統料理を滅ぼすつもりか。ですが私は失格だ。そんなー。あ、こういう感じでやっていくのか。私の道具が戻ってきた。それでもまだ足りないけど、ひとまず調理には取り掛かりそうね。
残り30分。道具はありがとう。急がなきゃ。あ、じゃあこれを順序よくやっていきますか。この子は辛いものだっけ君。パティシエの道具を返してもらえません。やだよ、ケーキには勝たせない。ルンダンの方がはるかに上だし。けど辛すぎるのはまずいな。審査員は辛いものが苦手だから。はい、辛いものだね。チリソースと。ちょっと何してるの？何もしてないです。うおー、こいつは辛いぞ。私を殺す気か。いえ、これは失格だ。そんなー。はい、じゃあ、あと一人と。そうなの、これが欲しかったの。残り20分。道具をありがとう。急がなきゃ。最後が苦いものだね。苦うりと。ちょっと今何を。いやー、何も入れてないですよ。の、こいつはやたら苦いぞ。苦うりどうやって入れたんだろうね。バレそうだけどね、答えだし。苦すぎた結婚生活への当てつけか。いえ、私は失格だ。そんな。これで道具全部揃ったんじゃないか。あ、いけてるね。道具が全部揃った。残り10分。もう一息ね。うん、こいつはうまい。これにて勝者はケーキと決定する。よかった。パティシエさん、ケーキ作りにじゃあ戻ってくるのかな。そうだよね、私はパティシエとしてもうしっかりやれてる。今すぐカフェに戻らなきゃ。よかった。これで一通りやることは済んだ。リアカフェに戻ろう。はい、じゃあカフェ行くか。低俗って撫でられないんだね。じゃあおじさまにね、おんぶりあっちにいたよって話してやるか。でて、私の鶏が。あー、言えないんだ。にゃんこ、用心するにゃ。ひどい味にゃ。そこのひどい野菜には注意しろって言ってるわ。けど毒があったりはしないよね。この子はただ苦売りが気に入らないってだけでさ。あ、まあ猫には無理かもね、あの苦さ。よしよし。あれ、君って新顔さんか。どうで、チェモ、ウィザード。あ、名前つけられるんだね、この子たちにも。じゃあウィザードで。ウィザードって魔法使いって意味だったっけか。じゃあ一旦カフェ行きますか。どこだろう、カフェ。はい、ここだね。あ、また来た。キャッ、あの顔を見てみろよ。僕に構わずあっちへ行けよ。それと、バイクの正しい乗り方を学んできてくれ。お願いだ。こいつは臆病なワンちゃんか、それとも怖がりの猫ちゃんかね。後ろから刺されても知らねえぞ。キャハ。ほっときなさい、アトマ。今はもっと大切な用事があるでしょ。材料は全部手に入れたし、パティシエも仕事に戻るよう説得した。中に入って、俺のワールを買ってきて。お前はどうすんだ、提督。外で待ってるわ。あのチンピラどもを見張っとく。ほい。じゃあ、やっとケーキ買えるね。あ、仲良さそう。話そうかな。ケーキは作りたてが一番美味しいの。今すぐケーキを作ってほしい？それとも他にやることがあるの？もちろんケーキを作ってくださいと。よかった。
私のケーキ職人魂を取り戻してくれて本当にありがとう。ケーキ作りはいつだって私の情熱だったの。そしたらちょっと座って待ってて。この街で一番の俺のワールを作ってあげる。あ、やったね。あの、こうやって人の心の中に入って問題を解いて人生をいい方向に導くみたいなゲームいいな。楽しみだな。どんなケーキなんだろうね、フォレノワールって。ホールって言ってたからさ、結構大きめのケーキかな。麺。うん？ごめんな。ひどいことしちまった。ひどいこと。本当にごめん、ラヤ。え、なんだろう。ちょっと、アトマくん。うん？起きて、注文のケーキができたの。あら、なんか読み飛ばしちゃった。あ、そうか、ケーキだ。いい香りだ。それで目が覚めたのかも。エリックがラヤについて謝ってたの。なんだろう。できたんですか？ええ、傑作がね。ご注文のリアカフェ名物、フォレノワールだよ。あ、チョコレートケーキか。上にチェリーが乗ってるね。美味しそう。すごい。めっちゃ美味しそう。それに、このとろけるような香り。すごいケーキです、パティシエさん。えへへ。フォレノワールを手に入れた。パティシエさん。店長がパティシエさんって呼ぶのどうかな？名前で呼んであげてよ。本当によく戻ってきてくれた。ひどいこと言ってすまない。私は、お前のケーキはこの店の誇りだと言いたかった。そしてもちろん、他の料理も自由に作ってみるといい。もういいんだ、じいちゃん。私も謝らないとね。じいちゃんの言う通りだよ。私は何よりもケーキ作りが好き。だったら、この、裏返った。だったら、この道を突き進めるべきなんだ。よかった。感動の仲直りだ。さてと、このケーキをラヤに届けよう。ラヤが元気になるといいけど。はい。ラヤちゃんどこにいるんだっけ？ちょっとメニュー見るか。あ、全部チェック入ってるな。みゃおー。あら。提督？今のは何？猫ちゃんの姫？いけない。提督！何があったの？提督。嫌な音がした。うわー。え？ひどーい。おい、お前ら。何してんだよ。おい、エリック、何やってんだよ。猫引いたぞ。俺のせいじゃねえ。そいつがいきなり飛び出してきてよ。おい、それって、ラヤがかわいがってた猫ちゃんが。まずいぜ、ラヤには黙っとけよ。おい！見ちゃいました。お前ら、提督何してんだ？これ提督大丈夫かな？まさか。くそ、ラヤの番犬かよ。お前ら、この不良ども。黙り、やがれ。いやいや、完全におめえらが悪いって。やめとけ。くそ、完璧に下手打ったぜ。ラヤがぶち切れちまう。ケーキだ、ラヤって、俺のワールが好きだったよな。ケーキを渡せば許してもらえるかもしれない。いやいや、ケーキごときで、ぶ、アトマ、アトマ起きて。あら、やられたの？頭が。どうなってんだ？大丈夫？マリン。よかった。私のこと覚えてるのね。あれ？どうなったの？なんでここに？あなたが倒れてたの。何をしてたか思い出せる？そうだ、ケーキ。フォレノワールは。あれ？ないぞ。どこ行った？提督！エリックはどこだ？あいつを止めないと、提督が危ない。それはダメ。どういうことさ？あなたが救えるのは、ラヤだけなの。なんだって？ラヤに何が起きるっていうのか？
アトマ、あなたはラヤに会わなきゃ。え？わかった。よろしい。なら言って。なんと、いやーでもすごい提督が気になるんだけど。提督ちゃんがいないぞ。どういうことなんだろう。学校の中かな。学校の中にいたよね、確か。入るか。偽記憶症候群って言うんです。そうなんだ。あら、アトマくん。あれ、ずいぶん遅いね。なんでまだ学校にいるわけ？今は説明してる暇なくて、ごめん。ニケン先生、ライアを見てませんか？ライアを知ってんの？当然だろ、僕の彼女だぞ。ああ、ライアならまだ教室にいるわ。今はもう元気になってるはずよ。ライアに何かあったの？ありがとう、ニケン先生。付き合ってるの？彼とライアが？そうよ、知らなかったの？うん。でて、変だな。何が変なんだ？ライア。大丈夫？怪我はない？うん、大丈夫だよ。すっかり元気になった。慌てちゃってどうしたの？今までどこにいたの？提督と一緒に俺のワールを買いに行って。そしたらエリックが、あいつが提督を。エリックが？どういうこと？呼んだか？てめえ、ケーキ盗みやがって。その前に提督引きやがって。何やってんだお前は。ライア、謝りに来たんだ。好物のケーキを持ってきた。おい、それって僕のケーキだぞ。黙ってな、マコ。俺はライアと話してんだよ。あなた、ここにいるはずないのに。提督はどこ？ライア、分かってくれ。あれは俺のせいじゃない。事故だったんだ。出て。提督はどこなの？頼むぜ、ライア。大昔のことじゃんか。そろそろ許してくれよ。大昔のことって何を言ってるんだ？ライア、どういうことさ。てて。提督はどこだ？もう忘れろよ。提督は死んだんだ。もう、いないんだよ。そんなの嘘。ライア。ライア。ライア。それ以上近づくな。なんだとざけんな。てめえは消えろ。ライアが必要なのはこの俺だ。ライアの名前を口にするな。わかってこい。お、エリックと戦うんだ。珍しい。上下右下。ぐふ。いつの間にこんなに強くなった。あ、このバトル音いいな。ギターがジャカジャカしてるね。かっこいい。上下下。痛いじゃねえか。マコ。右、くそ。許さねえぞ。右右上上。うぐ。お、すごい。これでも、くらえ。なんだ？必殺技？おー。制限付き？ライア。お前。あとま、助けて。違うんだ。俺は。ライア、許してくれ。こんなの辛すぎる。てめえは邪魔なんだよ。ボス。ライアを連れてけ。ライアをどうするけど。ライアが苦しんでる、やめろ。いや、てめえがやめな。ライアに許してもらわねえと。ライア。なんだよ。また始まるのか？そこをどけ。てめえはここから逃がさねえ。
またあの花が。あの本を使ってエリックを倒せば、ここから逃げられるかもしれない。はい。でもエリック若干バグってるよね。何があったんだろう。スペースダイブ。これって、エリックの心の中か？ずいぶん進んでるね。どうなってんだ？何かが違うぞ。今までのスペースダイブよりずっと物々しい。なんでだよ。なんで元に戻らないんだよ。俺のせいじゃねえ。お前のせいさ。ちゃんと謝れ。猫を殺すつもりはなかったんだよ。けど、結果的にそうなった。なんで許してくれないんだよ。焦ったらダメだ。ラヤには時間が必要なんだ。頼むよ。許してくれよ。辛いんだよ。やれやれ。毎度のごとく、聞く耳持たず。兄貴、そこの兄貴、早くこっちへ。うん？兄貴って僕？ああ、そうだよ。ここは危険なんだ。急げって。危険？何？ああ、なんかいる。バウって言ってる。あれ、狼？あ、こっちにもいる。どうなってんだ？こっちへ来て隠れて。どうなってんだ？なんで檻の中に？あ、よくよく見ると檻の上になんかいるね。狼かな？そんなことはどうでもいい。ここではもっと注意しなよ、兄貴。犬ビットどもに捕まっちまうぜ。あ、犬なんだ。下手すりゃ命もない。うん、それってつまり、あいつらもう何年も俺をここに閉じ込めてんだ。人目に触れないようにさ。君は何をしたんだ。番犬ども追い払えないかな。順に行くか。君は何をしたんだ。知らないよ。いずれ俺はあいつらに盗ん食われちまうんだ。わあわあ、泣くな。大丈夫か。おいごめんよ。頼むから泣かないでくれよ。ぐすんぐすん、ひく。よしよし、元気出せて。ぐすん、兄貴ってすごい優しいや。ぐすん。どうやら、あの犬人たちがエリックが暴走した原因みたいだ。俺はずっとこの中に囚われてんだ。俺は自由になりたい。声を上げたいんだ。この檻から出してくれないか。向こうのあのドアまで行かないといけないんだ。ドア？あ、あれだね。あのでっかいドアだよ。あの先には何があるんだ？自由さ。兄貴がこの檻を開けてくれたら、俺はあのドアを抜けて自由になれる。そしたら犬人どもも消えるはずだ。ふむ、この檻は、鍵は壊せそうにない。そいつは無謀だよ。この檻は力ずくじゃ開けられない。けど、鍵の在りかは知ってる。犬人の一匹が左の部屋まで持っていくのを見たんだ。左の部屋だね、わかった。とにかく気をつけて。これはエリックの心の中だから、この子は善人の方のエリックってことかな。じゃあ左に行けばいいか。まずい。ここは犬人だらけだ。バレないように動かないと。見つかったらただじゃ済まないぞ。これセーブしてた方がいいかな。セーブと、はい。じゃあ向かうかな。あ、みんな同じタイミングで気づくんだね。ここはいいんだ。調べると変わった歯車だな。けどボトルで止められてる。ベンチがないと外せないや。左の部屋って言ってたね。あ、何これ、すごい。あー、やられた。こういうことね。あ、やられた。はいはい。難しいな。
2回連続でやると。これでレンチ？これレンチだよね。このレンチは使えそうだ。持ってこ。わ、どうなってる？なら、この像が罠のスイッチになってるわけか。レンチの代わりのものを見つけなきゃ。このワンちゃんに似合いそうなものを。はい。じゃあ、レンチを渡して、一回外すと。はいはい。これなんだろうね。あ、手が出なくなった。で、これで進めと。もうサイバーな音楽いいなぁ。ガウ！おーっと！ガルル、なんでうまく焼けねえんだよ。このクソトレ、フォレノワールメン。ガルル、完璧なケーキが焼けるまで、このキッチンを離れるわけにはいかねえ。ダイヤのためだ。ダイヤのため？あれって檻の鍵か。あの滑車を下ろせば鍵が手に入りそうだけど、どうすればいいんだ？まずは生地を用意しねえと。これなんだろうね。この装置は向こうの滑車とつながっている。クソ、歯車が欠けてるぞ。どこかに歯車が落ちてないかな。なるほどね。わかった。じゃあこの左側のここの部屋に行くまでにいろいろアイテム持たなきゃいけないのね。これかな？これなんだろう？砂糖。はあ。あ、ケーキの材料も集めるのかな、これ。砂糖だ、使えるかも。この辺に落ちてるのは砂糖ぐらいかな？うんうん。どうやっても開きそうにないということで、下の穴は小さな手の形、上の穴は大きな鍵爪の形をしていると。へえ。2人の手が合わさらないと開からないのかな。下の手には、下の穴には手が入らない。僕には穴が小さすぎるんだ。はいはい。アイテムは砂糖しか拾えなかったから、変わった歯車だな。けどボトルで止められているレンチがないと外せないよ。だからね、レンチ取ろうとしたら罠に引っかかっちゃうんだよな。ここね。さすがに砂糖は無理だから、どうしよう。さっきのエリックらしき狼に何か渡すのかな。あ、バレた。こそこそ鍵回りやがって。うわ、しまった。うわーって、今のはやばかった。もっと慎重に行こう。あの犬人を追い払わない限り鍵は手に入らない。はい。
これは甘党じゃねえが砂糖が必要だって言ってるね。どこに置いたっけな。いやここ絶対バレるけどね。これは何だろう。あ、骨だね。でっかい骨だけど誰の泥。砂糖探してるよね。なんか砂糖どっかに置くのかな。あ、ここに入れるのかな砂糖は。はい。甘すぎず酸っぱすぎずぴったりの量だ。バウバウ、もう十分飴や。じゃあ焼くぞ。焼いてくれんのね。これで骨を一回ワンちゃんに食べさせてレンジ。あ、そうね、レンジを取り出すと、で骨をあげると。はいはい。でレンチを使うと。で歯車を手に入れた。これでもう一回いこうかな。うん、歯車を置くと。これで調べたらどうだろう。この装置は向こうの滑車とつながっている。そう、歯車がこけてるぞ。どこかに歯車が落ちてないかな。あ、あと一個必要なのね。あ、バレた。いやこの音いいね。いやっていう。まだ1個足りないのかな。はい。あら、砂糖入れてあげたけど足りなかった。これは甘党じゃねえが砂糖が必要と。はい。もう一回入れたらいいのかな。焼くとこまで見なきゃダメかな、もしかして。甘すぎず酸っぱすぎずぴったりの量だと。バウバウ、もう十分飴や。じゃあ焼くぞ。どうぞ。焦げんじゃねえぞ。わうわう、ででん、ガルル、またしくじった。最高のケーキを焼くまでこのキッチンから出られねえ。何が足りなかったんだろう。これはレシピだ。最高のフォレノワール。材料を混ぜて生地を作りましょう。甘みを加えることをお忘れなく。あらかじめ愛用のオーブンを180度に温めてからケーキを焼きましょう。なるほど。じゃじゃーん、最高のフォレノワールの出来上がり。じゃあこれ180度にオーブン温めてあげなきゃいけないのかな。あ、やばい。ここでね、はい、調べるとオーブンの温度を何度にセットしよう。これで180だね。ここに歯車があるんだな。はい、外れてた歯車の一つだ。これをゲットしたから、まずは生地を用意しねと。これで砂糖を入れたら OK かな。ガル、どこに置いたっけな。はい。で、砂糖を入れてあげて、甘すぎず酸っぱすぎずぴったりの量だ。バウバウ、もう十分飴や。じゃあ焼くぞ。オーブン温めたしね、きっと美味しいやつができるんじゃないかな。焦げんじゃねえぞ。
で、ここは歯車を入れてあげると、これでいいんじゃない。バウバウ、うおっと、この機械って音がすごいぞ。犬人に聞こえませんように。でで、こそこそ限りかか、あー、暴れちゃった。いやーって言っちゃったケーキ焼けてからいなくなるのを待たなきゃいけないってことね。はいはい、わかりましたよ。で、甘すぎず酸っぱすぎずぴったりの量だ。はい、これでますか。バイバイ、もう十分甘いや。じゃあ焼くぞ。ガウ、焦げんじゃねえぞ。あ、めっちゃ喜んでるな。バウバウ言ってる。バウバウバウ、で、バウバウバウ、やったぞ、ワオン。ライアのためにフォレノワールを焼いたぞ、ヒャホ。好物のケーキを持っていけばライアはきっと許してくれるよな。隠れなきゃ。ここで鍵を開けてあげると、ほーい、やったぞ、これで鍵に手が届く。ほい、やったぞ、鍵だ。これで檻の中の子を助け出せる。やったね。他はアイテムとかも取れないかな。うんうん、じゃあ行くか。あれ、犬人がいないね。犬人どもがいない。いいぞ、これでもうコソコソしないで済む。どこ行ったんだろう。けど何か変だな。はい、や、やっと出られた。昔から騎士になりたくてさ、強くて勇ましくて頼りになって。けど今はもう分かったよ、剛腕よりも心の強さの方が 大切なんだってね。過ちを認めるのにも勇気がいるんだ。助けてくれてありがとう、やっと自由になれたよ。これで過ちを認められる、心から謝って前へと進むんだ。いざ行かん、勇敢な騎士よ、あの門の先へと。よし、ここって教室か？荒れ果てた教室だね、これ。けどなんかいろいろとおかしいぞ。外までもう少しだ。あ、もうエリックになってる。やっぱエリックなんだ。勇ましき騎士よ、もう一歩だ。よし、急ごう。グー、ヌヌ、なんでだよ。なんで許してくれないんだよ。恥も外見も金繰り捨ててこのケーキを作ったのに、なんでだよ、何が悪かったんだよ。よ、てめえどうやって出た。行かせてくれよ。そうだ、俺をここから出してくれ。ガルル、やだ、お断りだ。このケーキのせいで散々恥をかいたんだ。今てめえを外に出したらもっと恥をかく。そんなのには耐えられねえ。どうしてさ、か。だってよ、みんなの知ってるエリックが、おっかねえエリックが消えちまうんだぞ。全部台無しになっちまう。いや、そうはならない。本当の友達なら、お前がいくら虚勢を張っても気にしないさ。俺はお前でもあるんだぞ。俺たちは一心同体なんだ。うわ、怖い。黙れ、クソガキが。腰抜けのヘナチョコが、俺をてめえと一緒にすんじゃねえ。危ない。ガル、ガルルル。そんなに自由になりたけりゃ、俺をぶっ殺していきやがれ。この子、このエリックの狼バージョン、コック帽かぶってるね。よく見たら。かわいいな。邪悪な犬人。はい、戦いますか。知
下右上左。この変なチョコ野郎が。パンチがほとんど効いてない。なんでだよ。なんで俺を閉じ込めておくんだよ。はあ？俺が怖いのか？怖いだと？てめえよくも。一瞬ひるんだ。いいぞ。やったれ兄貴。俺があいつの注意を引く。上上上、はい。お前は、バーバー、うるせえぞ。黙れ、てめえの話は聞きたくねえ。やれやれ。はい。下上右。こんなことはよせ、俺は話がしたいんだ。聞かれる。男だったら拳で語り合わねえとよ。いや、人間だから言葉で語ろうぜ。そんなの嘘だ。右上上。うぐ。痛いか？感じるか？ラヤも苦しんでんだ。そんなことは分かってろ。やっぱライアちゃんが好きなんだな。左上左右。なんでだよ。なんで俺を苦しめるんだよ。違う、ただ話がしたいだけだ。最近のお前はやけになってた。町の人たちに迷惑をかけ、父さんを苦しめ、自分を苦しめ。黙れ。ライアも苦しめた。黙れってんだ。上下下下。あのバカ猫のせいでこっちはえらい恥さらしもんだ。あれはラヤの大切な猫だった。悪いけども謝ったろうが。本気でか？本気でラヤに悪いと思ってんのか？自分がかわいそうだって思ってないか？ガル、もう十分だ。そのおしゃべりな口にお灸を添えてやんよ。そうはさせるか。何？すごい。なんか必殺技出しそうだけど。あー、間違った。あ、こういうことか。バーバー、ざま。はいはい。左左左左。その口を閉じやがれ。なんでてめえにダイヤのことで説教されないといけねえんだよ。ずっと檻の中にいたくて。ずっと檻の中にいたくせに名前言ってんじゃねえぞ。なら俺を出せよ。ラヤと話をさせろよ。頼むよ。断る。やだ。これ心の葛藤なのかな。右右上右。全部ラヤのためなんだ。これが男らしい守り方なんだよ。そんなことに何の意味がある。それでラヤに何か伝わったか。謝ることさえできてないじゃんか。なんだと？強がるのはよせ。ラヤに全部見せちまえよ。男らしさなんて忘れてさ。ガルル。あ、間違えた。あ、難しいねこれ。ヘナチョコメン、てめえは弱い。A、上上左と。 A 必殺技かなこれは。男は、ぜいぜい。恋だの、愛だの、ぜいぜい。愚痴にするもんじゃねえ。けど、ラヤが好きなんだろ？俺たちはずっとそうだった。俺に任せろよ。自由にしろ。俺がラヤと話すからさ。怖くねえのか？怖いさ。けど、俺はラヤの笑顔が見たい。ラヤの笑顔か。へ、ガルー。いやー、この狼も悪いやつではなかったな。あ、咲いたね。いや、この花が咲くとさ、悪の花のあの、花が咲いたよみたいなのがずっと頭に響くんだよな。てんてん。怯える子犬がいた場所には今、傲慢な犬人が立っていました。これっておとぎ話の一部か？あ、新しいおとぎ話解放されたね。やっと消えた。俺を解放したんだ。自由になったんだ。俺は自由だ。
おい待てよ。俺は自由だ。やっと自由になれた。このケーキ持ってけんのかな。犬人が作ったフォレノワールだ。この写真はなんだ？全部ラヤノだ。君が悪いや。これは持ってけないのかな。はい。で、出るかも。え？あれは、あれは僕の夢に出てきた女の子？確か名前は、ニルマラ？あ、なんか使ってる。なんだ？あら、エリック。え？なんだ？彼に何をした？ボスケ。はぁ、ギョイ。何？あ、また吹き飛ばされた。僕は、ぐ。あ、エリックじゃん。エリック？大丈夫か？おお。あらあら。え、嘘。ニルマラがエリックに何かして、そしたら現実のエリックが犬人になっちゃった。なんとかしなきゃ。いや、なんとかできるの？生身で。エリック聞くんだ。お前は本当はいいやつなんだろ？え、ニルマラちゃん悪い子なのかな？なんてこの世界に、なんか、いろいろと悪さするんだろう。ガルルー。しっかりしろ、エリック。いつもの自分に戻れよ。お前は犬人なんかじゃないよ。ガルルー。おー、やめて。あ、ラヤちゃん。ガルー。ラヤ？うわー！あー、ラヤちゃん。はは、てんてん。お、俺は、ぐすん。あ、泣いちゃった。エリック、大丈夫か？俺は、ごめん、ラヤ。全部俺のせいだ。お前をからかったのも、前をよく見てなくて、お前の猫が死んだのは、黙って。え？あ、めっちゃラヤちゃん怒ってる。あれ？エリック消えちゃった。え？何したの？ラヤちゃん？今、何やったんだ？エリックはどこだ？ラヤちゃん、そんな子じゃないじゃないか、きっと。死んだよ。死んだ？なんだって？これでもう、あいつは誰も傷つけられない。ラヤちゃん？うん、足。ラヤちゃん？怖いよ。ケーキをありがとう。大好物なの。ラヤちゃん？どうしたの？人を殺めるような子じゃなかったよね、君。ラヤ。あ、怖い。あとはもう食べる？ててん。ん？どうしたの？そんな顔して。怖いよ。人を殺めた後に普通にケーキ食べてるラヤちゃん怖いよ。しかもスプーンとかじゃなくて素手でいっちゃってる。怖いよ。ラヤ。
怖いよ、ラヤちゃん。あ、ラヤ。いやー、ラヤちゃん。あ、また空の裂け目が広がった。色図。第2章、エリック・カント。なるほどね。一旦セーブするか。